この番組はキングレコードの提供でお送りします。どうしてなの？遠い？遠いよ、ユージ。そうね、あれから一度も顔を合わせてないわ。登校もバラバラ、食事も別々、ちょっと寂しいわね。やっぱり。わかった、ユージも私のこと嫌いなんだね。もう喋らない、絶交するから。カズキ！ちょっとユージ！なんや子供みたいに、はよ追いかけんと。もう何やっとるんや。ダメよ、これ以上のダメージはかわいそう。お姉さん、マリエチ、いつの間に。それにかわいそうって、絶交って言われたのが相当効いたのね。ショックで伸びとったんかい。カズキちゃんとしても微妙ね。エッチなのは嫌でも好きだった人だし、もたもたしてると本当に千早ちゃんがユージくんをゲットしちゃうかも。え、うちが？なんでユージを？はい、千早ちゃん。うちがユージに気があるって勘違いしとるからや。ごめんと。いらないならもらっちゃうなんてライバル宣言されたら、私は燃えちゃうけど。え、確かに言いましたけど、そんな深い意味は。っていうか、なんでお姉さん知ってるんですか？さあ。あかん、うちどないしよう。とか思いながらこの数日、二人にどう声かけていいのかわからんままで。あら。引っかき回した上にしかと。だから今日こそちゃんと話そうと思ってここへ。冗談よ、千早ちゃんが責任を感じることないわ。友達なんだから、ユージ君と仲良くするのは当然だもの。それに、カズキちゃんが勝手に勘違いしているだけだし。昔のユージ君の遊び相手ってほとんど私たちだったの。だから他の女の子と仲良くするユージ君に戸惑っているのよ。いない。私ならライバルをさっさと排除しちゃうけど。せやからユージを取る気なんて。でも、もしユージ君が意識してたら。そんなことありえへんがな。3秒01、微妙なまね。ごちそうさまでした。あ、そうや、ユージがうちに気がないって分かればいいや。でも恋愛ってそんなに単純なものじゃないし。となれば、マリエチン、家に上がらせて。あら、ユージン、おるやろ、入るで。いい。落ち込みようや。うちに気があるなんて絶対あらへんわ。ああ、ユーチン、そないにショックやったんなら、カズキと仲直りしよう。カズキ！千早ちゃん。カズキがどうかしたって？俺は昼寝してたから何にもわかんないな。もう意地張ってもしゃあないやろ。あれ以来元気ないやん。
何言ってんだよ。この通り、俺は元気だぞ。うおっか。やっぱりただの腹元気かいな。そんなんじゃないさ。それより腹減ったから飯食ってこようっと。ユージ、そんなんじゃほんまにカズキに絶交されてまうで。また絶交されたのは答えてるみたいですね。せやな。けどこれでユージのうちにキーがないことがはっきりしたわけや。となると次は。あ、おったおった。カズキちはよ。迎えに来たで。もう部活終わったんやろ？うん。じゃあ着替えてくるからちょっと待ってて。カズキ。ん？この前はごめん。カズキたちを仲直りさせたくって、あないなおせっかいして。あ、そんな、私こそ、突っかかってごめん。なあ、ちょっと座ろか。うん。あのさ、ユージと仲直りできるかな？え？あ、ほら、このままだとみんな心配するし。意外やな。絶対意地張ってると思っとったのに。でも、ここでユーチンがうちに気いないことを伝えれば。だけど、やっぱり無理よね。え、なんで？だって、ユージ、私のこと嫌いだって言ったもん。無理だよ、嫌われちゃったから。多分ユージ、千早みたいな子がタイプなんだよ。私はダメみたい。だって昔からユージの前じゃうまく笑うことさえできないんだもん。笑う？今朝ね、子供の頃ユージと一緒に撮った写真見てたの。そうしたら笑顔の写真が一枚もないの。大好きだったユージと一緒にいるのに、嬉しくてたまらないはずなのに、私は笑ってないの。笑いたいのに笑えないの。誰だってやだよね、そんな可愛くない女の子。嫌われるの当然だよね、カズキ。大丈夫だから。別にユージに嫌われたって、私全然平気だもん。じゃあなんで泣いちゃうかな、この子は。落ち着いた？うん、ごめんね。やっぱりうちはカズキとユーチに仲直りしてほしいな。でももうちょっとユーチに歩み寄ってもええんとちゃう？カズキは思い出にこだわりすぎ。今のユーチには今のユーチの魅力があるやろ。もっとちゃんと見たらなあかんで。見てたと思うよ。あいつ背伸びた。昔は一緒ぐらいだったのに。それに顔つきも大人びちゃって。そう。で、中身は？よくわからないやつ。怒りっぽかったりバカだったり、しかもエッチで。正直こんなのになっちゃったんだって幻滅したんだ。でもちょっとだけ優しいところがあったり、没頭できる趣味があって、
結構真面目にやってるなとか感心するとまた変なちょっかい出してくるし。本当、私はあいつに振り回されっぱなし。だけど再会できてやっぱり嬉しいのかな。そっか。で、結局和樹はどうしたいんや？だからやっぱり幼なじみだし嫌われるのは寂しいから。っていうかひどいよね、私がいない方が楽しいだなんて。また喧嘩する気やの？元気出たみたいやからうちも話そうかな。うち仲直りしてもらうためにユージのこと意識してへん、だから安心してって言うつもりやったんや。せやけど全く意識してへん言うたら嘘になるわ。ちはやだったら。はい、そこでひるまない。取られたくないんやったら頑張り。さあ帰ろ帰ろ。その気になったらすぐ実行。とりあえず誘致の様子見てみよう。して和樹さんと仲直りさせてほしいと。初音お姉様も元気のないお兄様は見たくないとのことで。なんやそういうことかい。元気がないって？ほらほら迷える子羊ちゃん、お姉さんに早く話しちゃいなさい。だから何のことかさっぱり。いいのよ、一人で悩んでないで。お姉さんに甘えても。なにデレデレしてんのよ。あら、いいよ別に悩んでなんかないし。そう、和樹ちゃん帰ってきたかな。やば、こっちに来る。ちょっとどうするのよ。あ、帰ってきてる。じゃ行こっか。なんで俺が行かなきゃ。だってお姉さん悲しいわ、二人が喧嘩してるのを見ると。だいたいあんなことでずっと怒ってる和樹も悪いんだ。あんなこと？この前和樹の写真撮ろうとしたけど、その時ちょっとからかいすぎたみたいでさ。それは俺が悪かったと思ってる。だけど千早ちゃんに八つ当たりするなんて。それで俺も腹が立って、ついその和樹のこと嫌いだって。まあ、そしたらもう喋らない、絶交するから。どうしたの？いや、それからずっと気まずくて和樹を避けちゃうんだ。千早、ちゃんと謝ればユージだって分かってくれるよね。せやな、大丈夫やって。でも和樹ってどうしてああなのかな。ああって？愛想悪かったり怒りっぽかったり拗ねたりさ、なんでだろう。だからこの子は反省しとるっちゅうねん。猫さん、どこ？
くんって和樹ちゃんのことそんな風に思ってたんだ。私はね、可愛い子だと思ってるわよ。それは初音さん好かれてるから。俺は多分あまり好かれてないと思うんだ。どうして？これなんだけど。あら、この前撮ったんだ。これ、カズキには内緒な。本当は消した方がいいんだろうけど、なんかな。いつもこういう顔されるんだ。絶対笑顔見せないし、どう見ても好かれてるとは思えないよ。でもこのカズキちゃんって、私もよく見てるけど。そうなのか？喧嘩した時とかよく見るわよ、この顔。初音さんがカズキと喧嘩？姉妹だもの、喧嘩ぐらいするわよ。心を許している仲だからこういう顔もするの。ユージ君に対しても一緒よ。それにね、笑顔が一番素敵に見えるかもしれないけど、こういう表情を含めてカズキちゃんって魅力的なんじゃない？なら、どうしてこれを残してるのかしら。消した方がいいって分かってるのに。あ、そっか、これがカズキなんだ。俺がずっと一緒に過ごしてきた飾らない笑顔じゃないけどカズキの素顔、本当の顔だったから消せなかったのか。そうそう。でも笑ってほしいな。やっぱ笑顔の方が好きだし、それにせっかく再会できたんだから笑顔で仲良く暮らしたいしさ。ユージ、カズキ！あ？あ？聞いてもうた。まさか初音さん、みんないるの知ってて。全然気づかなかったわ。別に聞きたくて聞いてたわけじゃないから。それより、なあ、何すんだよカズキ。お姉ちゃんたちはよくても、私はこんなの嫌なの。やっぱり笑顔の写真撮ってもらいたいから。撮り直してもらえる？いろいろとごめんね。別にユージのこと嫌いなわけじゃないから。仕方ねえな。もともとお前が悪いんだし、これから。悪かったよ。嫌いだなんて俺こそ言い過ぎた。これから気をつけるから仲良く頼むよ。1たす1は2。ふざけるな！緊張するのよ、仕方ないでしょ。ユージ君、モデルの緊張をほぐすのもカメラマンの仕事よ。そうそう、カズキの表情が硬いんはユージの技量不足や。頑張るね、お兄ちゃん。簡単なことよ。褒めるとかして気分を乗せればいいのよ。そうか、よし。おい、カズキ、お前は確かに不愛想かもしれん。でも女の子だし、笑顔が大事。私も暮らしたい。これからはユージと仲良く、笑顔で。カワウソっぽい。それはラッコです。あれ？カワウソ？私が？意
感じの笑顔やったのに、なんで撮らへんのよ。とってもいいわ。とっても素敵だったね。カワセミみたいだ。いやいや、カワキキってじゃなくて、かわいそう。あ、かわいそう。もういいわ。何を何を、そんなに私を怒らせたいわけ。うるさい。俺だってよくわかんねえんだよ。せっかく仲直りしたのに、仲悪いな。そう？じゃあこれでどうだ。とってもお似合いだと思うけど。キングレコードの提供でお送りしました。